青缶と言うね、短く言えば青缶って言うんです。青缶青缶、9時半ねって言ったら青、そんな早くからそんなこと言う。2段目もお願いするから、うん、言ってたのは逆答えだった。あ、俺泳げるようになったもん。青缶って飲もう。青缶眠れない時には西川のバッグ勉強させてもらいました。西川です。今日兄弟はゴルフなんだろう。おめえのこと言ってた。お前今日自分でどうだったの。俺だ。そうだよ。総理大臣に出してんだよ。総理公邸はあまり持ってくる。大きなドラマ年末に、それ本編からなんか3部門ぐらいでバーッと森重さんが出たって。ああ、ね、最後に森重さんが波が打ち寄せる砂浜でさ、ガーッと連れて、そこにベアンが作ってた曲とか。そうそうそう、ベアンすごいよ。結構テレビの大作の。そうそう、いや、たまたまだよ。いやいや、じゃたまたまにしたって。たまたまできたの。いや、たまたまには できないけど。しょ、いや、でもね、考えたらね、みんなともそうだけど、ほとんど出会い、出会い、そういう風に繋がっていったのはみんな出会い、たまたまその人が、プロデューサーやってる人が、たまたまテレビ見てる。それで、こいついいなって、誰なんだったら、こいつ高田ですとか言うから、なるほど。すぐ電話かかってきて、それで会いに行ったら、我が社では年末に時代劇スペシャルやろう、という話で、そしたらすごいわ。その前に聴いてた歌が、小倉圭さんと一緒に作った歌だったの。たまたま、じゃあ詞の方は小倉さんがいいな。詞の方は、え、詞の方は、詞の方は、作詞の方はね、うん、そしたらそれから話がなくて、とりあえずありがとうございますと言って、そんなこと抜擢されないよ、今まで一度もないんだよ。出会いですか。出会い。そしたらまた俺も次の年に果物を下げて、年末だから、年明けてから会いに行った。何って言われたら、いや、年末お世話になったんで、まあ、とりあえずお礼方だと思いまして、いいとこ来た。またです。あ、今年の暮れ、しばらく俺がもう頑張るうちはずっとやるんだ。あ、分かる分かる分かる。で、ついてはなんだけど、2段目もお願いするから、言ってたのが逆答えだった。でも俺は思うけどさ、そのドラマのね、何時間ドラマのさ、最終で流れるわけじゃん。それベアンがその作った曲が外してないってことですよ。それもう見てる人が感動してんだから。で、そっから嬉しいです。そっからね、そっからそいつが作ったメロディー、歌メロから、いろんなものが今度その芝居の中でもさ、流れる、ゆっくりやって、そうそういうところの発想が今度この音楽プロデューサーの方に行くわけだよ。絶対外しちゃいけないから、それをベースに行くわけ。だからその絶対外しちゃいけないと、まあ、それはあるね。タイミングを任されたことに納得してくれるような曲を仕上げなきゃいけない。そうか、やつやつ。大変だから、やつやつ。今やつしかないね。一本仕事じゃん。俺泳げるようになったもん。それは別だ。だから米安がまだ青魚の血飲んでないから、飲んでないからラフに入っちゃうから。だからラフ。飲もう。青魚。やつ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 。73歳、ヤズヤより愛を込めて。ベーヤンはまだヤズヤの味を俺がもう 大好物になって入り口にも差し掛かってるんですよ。飲んでくださいよ。だからヤズヤです。よろしくお願いします。元気になりますから。眠れない時には西川のバッグ。そうだな、西川に限るな。西川に限ります。勉強させてもらいました。西川です。やかましい。やかましい。さあ、今日は兄弟はゴルフなんだろう。
で今日はね、ちょっとひどかったね。俺が一番やってると思う。やってるね、これ。一番やってるんですよ。いや、もう何年やってるの？もう8年もやってないで。やってなかったでしょ？やってないの。だからそれはやっぱ垣間見えた。やっぱりね。やってないな。やってないな。なのに、うん、パーを取ったの、それ。どうも、やすよです。乗ってへんやん。できればね、できれば。もうできるあれ、ショートしたけど、うん、通り過ぎてもらいたかった。あのパットがね。勢いがね。パッとお前違うよ、うん、おめえのこと言ってたよ。お前今日自分でどうだったんだ。これ俺やったよ。そうだよ、自分のこと言ってた。俺はあんなもんあんなもんかい。あんなにやって一緒にあんなもん最近な、あの本気で話そうとするんだ。こっちから鼻水が出ないきたね、うん、どうだった。やっぱりいや、あんなもんじゃなくて今日ちょっとひどかったな。あ、今日は ね、でもあんなもんだよ。カブちゃんさ、カブちゃんどうでした、うん、ママっては。私今日なんか7ヶ月ぶりにクラブに行った。でも、うん、いいよ。長いミドルあったじゃん。長いミドルあった、ね。長いミドルが一番出来が良かった。ね、ないじゃん。T シャツ難しいんだよ。うん、全部フェアユー、フェアユー。うん。でもどう、やっぱりラフ難しかったでしょ。ラフ難しい。難しいよね。絶対上手くなるよね。距離があるからやっぱウッドも落ちたいよね。落ちたい。グリーンね。うん、グリーン男だからね。グリーン女の子でね。ああ、グリーンね。男前すぎる。そうそう。パターンね。あれ見たらさ、やっぱりグリーンから外れちゃうよね。あそこは鍵に入ってね。あれがなきゃいいのに。でも今日は本当一番良かったのはやっぱりね、ママだよね、カブちゃんだよ。いやいや、そんなこと。うん。かもしれないですよ。一生懸命、結果的にね。女子なのに本当に頑張った。始めるよ、また、うん、ね、もう7年ぶりか8年ぶりかわかんないけど、そうそうそう、始めましょうよ、うん、3つ4つしか回らなかったけど、うん、レイアンがカードの時に行った、うん、ジョージでいい風だなってね、涼しくてって、うん、その風味わえる俺青森、北海道。あ、もちろんですよ。それは感じたよね。あるんだって、あるんだって。行きますか。行きましょうよ、今度。行きますか、うん、青森行きましょう。いつもご案内しますよ。え、いつもご案内します。青森はね、カップが大きいらしい。うん、青森カップまあ、そう関東はこの辺はね、カップ小さすぎるだから38出したんだ。そう、カップだけこのぐらいほんで、抜け目それ、マンホールじゃん。抜け目、木だから牙だ、牙だ、牙だ、牙の牙だ。でもね、ベアね、カメさんね、二人で回ったんだけど木が生えてて、この低い木、うん、何やってんだろうと、ピッともいで、うん、バクッてつってんの、リンゴ。青森カントリークラブ。そうだったの。青森カントリークラブってね、まあ僕はメンバーですけど、そのゴルフ場にね、2カ所ぐらいね、リンゴの木が、うん、木があるの、うん、あれはね、感動っていうか、うん、そういう経験ないからね。自然だよね。だから、リンゴ食えるの？だから、取っていっちゃう人もいるから、じゃなくて、県内の人は、青森の人は、メンバーの人は食べないで、県外から来た人に食べてもらいたい。そういう配慮をね、青森カントリー。ね、短く言えば、青缶って言うんです。青缶。青缶、9時半ね、って言ったら、青、そんな早くからそんなことしない。勘違いしないでください、皆さんね。青森カントリーから。どうも。都知事がね、うん、前の都知事がね、うん、もう公用車使って、うん、岩がながらの別荘に入っ、うん、行ってって、それで問題で辞めたじゃん、うん、その次の日に来た。お、来た。山本、うん、ちょっと時間潰れって言う。来た瞬間、うん、山本、うん、俺が都知事になると、うん、って言った瞬間、ここはもう無理と思ってんだけど、お前ならなれると。わぁ、もう言ってくれ。そうじゃないと話続かないんだな。あれ終わっちゃうから。お前最初からそうやって思ってたの。ダメだって。当たり前じゃねえかよ。バカじゃねえか。俺今狙ってんだから、神奈川県に。いや、お前ならお前ならなれると。結構もう半分以上本気だわ。俺は本当に俺地理なの。どっかの地理ない。俺鳥取でもどこでもね、うん、どうでもいいから知事なんか見たろ。あと2、3日したら芸能界辞めてやるから、辞めて知事になってる。俺それ今知事なの。
夢膨らむ話だから膨らむよし行くぞ夢を語るだろうか語るだけど最初ねそれをね語って俺が無理って言ったらさその夢をさ夢だからまあまあまあで俺は今ね知事辞めただから俺はやめたの総理大臣が今それは無理なんだよ今総理大臣が総理大臣を出してるよ総理じゃねえんだ総理大臣総理大臣を国民投票になったら俺一番先に立候補する国民投票すごいな総理だぜそうだ俺はアメリカの傘からアメリカの傘から俺抜けるどっかで掃除してたわけだそれで俺がアメリカの傘から抜けて青森でこっそりと暮らしてるこんな自由でいいのか自由でいいのいやもうね自由だなこいつだけは自由にいなくてない総理こうやって青森に持っていくでよしだけは死ぬってないと死ぬそうで三沢空港から F16 でファントムで溶け込んだなんなんだよやつだな漫画みたいなんだけどまずしゃべんなきゃ死ぬしそれはだけど、うん、奥様は違うあうちのよしは外に出てみんなを盛り上げて女房はねくたくたになって帰ってくるお世話になります女房はねやっぱりそうだよね女房はこれでもそっとこぼした、うん、どっかに行ってやーやっぱりな言われるわなどっかにそれはどっかに行ってって言われた俺どこに行けばいいの行くとこ絶対嫌がらない行くとこないでしょって言ったらうんそのうわ、そうだ、わかるわ米安さ、かつまったよって俺がいや、うるさいよ米安に帰ってさ、うん、なあ、米安は一人の男になるんだあどういう米安なの家に帰ったの無口いやー、なんか喋ってるいや、喋ってないよあんまり喋ってないでも、なんか、ねなんかゲームとかしてるゲームとか、うん、ゲームとか言ったらいいとおい、センキューってあかんそれはおかしいだろう。でもいいですよ。そんなゲームに向かって選手なんて言うばかりね。言わないよ。孫に向かって捨てたんですよ。孫できてくる。孫、5人いるもん。うわー、羨ましいなぁ。悪いよね。いいもんだよね。ね。何の罪もないよね。まだ小さい。いや、一番上の20歳。あ、ちょっと。その件だ。一番下も。一番下で、5歳かな。かわいい。この子一番かわいいじゃん。みんな、まあ、みんなかわいいけど。男の子、女の子。だから、男、女、順番に産んでくれる。ああ。羨ましいな。羨ましいね。だから。孫なんだけど、まだ一人。俺一人なんだよ。まだ一人。まだ一人か。俺何人かわかんないんだよ。あるよ、俺。いいじゃん。それぐらい把握しとけよ。え番組内な。子供は何かわかるのかな。で、やっぱ、年の暮れとか、お盆とか。みんな集まってる。集まって。で、特別な時事でしょ。そりゃそうだ、やっぱり。いや、その感覚は。もうそれこそ。いや、絶対そう。もう、なんでよ。それこそ、また、これ、お年玉。そう、それはもう、正月はそうだけど、だから、それが楽しみなんだけど、それ以上に、自分の子供たち時代には何もできない。だから、孫ができて初めてその子供のいやちょっと待ってね愛しさ、可愛さだったよな自分の子供ができた頃に自分必死だったから何もできなかった何もできなかっただからみんなあのぐらいの時期っていうのはまあ何十年か前は、うん、必死だったからそうそうあんたら大変だったじゃないコットンの頑張りってさ父も帰ってきてさ、まあ、ね、あとエッチャがみんなやったじゃん、うん、俺は結構好きなことしてたじゃんそういうやっぱり兄弟もあるもん、そういうえ俺やっぱり子供たちよりも孫可愛いよだから、なんか不思議なんよだよその子なんて自分の子供を面倒見てないくせに、うん、よその子を見ても、うん、今じゃもう可愛いよそう、よその子見てどこの子見てもよその子見て何て言うのやめろ、知事Thank you.
誰もがこの世に曲がりしていつかは帰ってゆくという一生一度のこの命なんで粗末にできるかよ濁り俺はなりたい水蓮の花